持続可能な発展のためには経済、社会、環境の3側面からの対応が求められ、スポーツも SDGs と密接に関係しています。2030アジェンダでは持続可能な開発、平和を構築していく上でスポーツが有益であることが明示されました。スポーツが貢献可能な SDGs は10個あるとされており、スポーツを通じた非感染性疾患の予防からソーシャルインクルージョンの促進、気候変動対策までその内容は多様です。女性のスポーツ参加促進だけがジェンダー平等ではありません。スポーツ活動を通じて地域のロールモデルとしての役割を果たすなど、女性のエンパワーメントを促すことも可能です。スポーツ界の意思決定分野に女性を登用することもその一部です。スポーツを活用することで紛争や暴力を防ぎ、平和の条件作りをすることも可能です。対立するグループ間のスポーツ交流活動にワークショップを組み合わせたり、ルールを工夫して対話を活発に生み出すような設計をすれば相互理解を促すこともできます。スポーツと環境の接点は第一に、スポーツ団体の活動やスポーツ施設の建設運営面、スポーツイベント開催に伴う環境負荷を削減することです。スポーツイベントや活動をプラットフォームとして機能させ、選手などの発信力を活用することで大勢の環境への意識を醸成したり、気候変動対策への行動を促すことも可能です。スポーツと SDGs 指標が国際的に開発され、スポーツの SDGs への貢献を可視化する取り組みが JSC や世界各地で始まっています。 JSC はスポーツを社会課題解決に用いる事業のマネジメントに関するガイドブックをスイスの団体と共同開発しました。スポーツを通じて持続可能な開発へ取り組んでいきましょう。